皆さんこんにちは。トライアスロン八尾監督チャンネルようこそお越しくださりありがとうございます。いや今200キロちょうど走り終えてちょっと、バテバテっていう感じなんですね。あの日焼けすごいしましたよ。見てくださいこの時計の後。ああ今日はまるで夏日、気温25、6度ありましたね。その中でこんな暑い日にわざわざスペシャルゲスト2人お越しいただいたんですね。奈良県から元イタリアのプロロードマン、日報で活躍されていた中田誠さん、そしてアミノサウルス、海の親サキランの、崎本浩二さん、このお二方に来ていただきました。お二方とももうスーパーパワーの持ち主で、チームブレイブ一同本当に、エネルギーをいっぱいいただきました。いろんなご経歴の持ち主のお二方、本当に心からリスペクトしております。今日来ていただき誠にありがとうございます。では早速インプレを皆さんしたいと思います。今日使ったのがこのベルフレックスのプロツアーというタイヤを使いました。スリックのようなトレッドなんですね。で思ったよりもこうコーナーリングの食いつきが良かった。それと、乗り心地最高ですね。路面のこうデコボコっとしているこう小さなこう凹凸、あまりストレスに感じなかったです。特に100キロを過ぎてから、100キロ過ぎたらやっぱりちょっと疲れてきますよね。路面のガタガタガタっていうのがこう足の裏やお尻や肩、いろんな関節にこうダメージをこうじわじわと与えてくるんですが、それがすごく少ないような気がしました。体のダメージの少ないタイヤっていうのは本当に、走って、今日走ってよくわかりました。3年前にマウンテンバイクで落車をして、腰骨の骨折をして、それからお尻の筋肉が痛くなったり、腰痛が結構ひどかったりしていたんです、ね、でこのタイヤをつけることによって、まあ、腰へのダメージも少なかったような気がします。というのは残りの15キロぐらい、そうですね、ヒイラギ峠という峠があるんですが、そのヒイラギ峠を登る手前ぐらいから、まあまあ200キロライド先週もして、腰がすごくだるくなったりお尻周りが張ってたんですが、今日は若干少ないような気がしたのと、終わってから腰の張りがいつもよりは少ないっていうのを今実感しています。タイヤ変えることによって腰痛が軽減されたっていうのは初めて。が遅れたりしました。上りで足がこう張りやすくなったりしていたんですが、タイヤを変えることによって腰へのダメージが少ない、まあ肩もそうですね、首もそんな凝っているっていう感じが今日はしていません。今日一番辛いって思っているのは日焼けと、結構中間スピード、割といいスピードで走ったので、体全体がやった感ありつつ疲労感で、充実っていう感じをしています。私が一言で言うならば、ロングレースをされているトライアスリートの皆さん、ぜひ使ってほしいな。もちろん 51.5 ショートにもコーナーリングすごくいいと思いますので、おすすめはします。トライアスリートの皆さん、ぜひこのタイヤ使っていただいて、体のダメージを少なくしてランのパフォーマンスアップにつなげてください。練習でももちろん使えますので、ぜひ、練習試合両方におすすめです。それでは今日200キロライドご参加いただきましたスペシャルゲストのお二方、中田さん、崎本さん、本当にありがとうございました。また練習に来てください。そしてチームブレイブの皆さん、暑い中お疲れ様でした。またロングライドやりますので、ぜひぜひご参加ください。それではチャンネル登録、いいね、グッドボタンもよろしくお願いします。ではまた皆さんお会いしましょう。失礼します。イエイ。